その試合もこの第4クォーターのこの10分の試合によりまして決着します。その第4クォーター間もなく始まります。長英相手陣4ヤードからサードアンド2ゴール。第4クォーター最終クォーターの開始です。ショーエー、セーエールズ、ナイスディフェンス。これでクォーターロック2番、自らの総力で突破を図りましたが、これをエールズ9番、77番、見事に察知しまして、このランプレー、阻止しました。フォースダウンで変わります。エールズ9番の仕方、77番、前田、素晴らしいディフェンスを見せています。ここでホイッスル。翔英ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。これ翔英ブレイザーズ後半1回目のチームタイムアウトです。ゴール前の双方意地の張り合いともいうべき凄まじい攻防が現在繰り広げられております。エールズそれを3度封じましてフォースダウンの状況に持ち込みました。翔英はこの最後の攻撃権をどのような形で行使するか、ここでタイムアウトを取っています。さあどのような選択をしたでしょうか。まもなく試合再開になります。翔英フォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点で逆転を狙います。キックレングス21ヤード。キック成功、3点獲得。翔英エルザーズ9点、リードエフォートエルズ7点、再逆転となりました。成功、翔英の猛攻をしのいだエルズでしたが、このフォースダウンのシチュエーションで翔英フィールドゴールを確実に決めまして3点を獲得。これにより逆転という形になりました。翔英再びリードを確保しての最終クォーターを開始する形になります。エルズこれを 再逆転とすることができるでしょうか。その試合は翔英のキックオフで再開となります。さあリターンに入った、リターンは19番、スピードに乗って中央突破を図り自陣25ヤードの位置からの攻撃を得ます。エールズ自陣26ヤードからファーストアンテン、自陣25ヤード付近よりファーストアンテン。パス成功、クォーターバック4番、右に流れてそこからワイドレシーバー22番にパス、これを確実にキャッチしまして約6ヤードのゲインとしています。パスを投じたクォーターバック4番は信弘、取りましたワイドレシーバー22番は山下。エールズセカンドダウン4、ボールオン自陣32ヤード。
ナイスディフェンス。ここで中央へのランプレーによる突破を図りましたが、翔英91番見事に対応しまして、このランプレーを1ヤードロスに変えました。素晴らしい対応したのは翔英91番の藤井、近畿大学出身。エールズ自陣27ヤードからサーダンファイ。翔英ナイスディフェンス。クォーターバック4番ハンドオフウェイからパスに見せかけ QB キープに転じようとしましたが、これを見事に対応しまして、このプレーを阻止しました。ダウン1つ失いエルズフォースダウンに変わります。エルズフォースダウン5。翔英リターンに入ります。ハーフウェイを越えたところからの攻撃を得ました。リターナー6番の大倉、果敢にこの攻撃をリターンしましたいたしました。翔英相手陣48ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、何枠26番相手のディフェンスの隙間を縫うように約8ヤードのゲインを果たしました。正キャリアは29番でした。柏原、近畿大学出身のプレイヤーです。翔英相手陣40ヤードからセカンダウン2。ナイスディフェンス。ここで左オープンへのランプレーを展開しようとしましたが、エールズディフェンス陣に殺到しまして、このランプレーを逆にロスと変えました。素晴らしいタックルを最終的に決めたのはエールズ19番のサコンでした。摂南大学出身。翔英サーダウン5、サーダウン8。パス成功、ファースト。クォーターバック2番プレッシャー与えながらミドルゾーンへパス。これをワイドレシーバー8番見事にキャッチしまして、攻撃権更新です。翔英ブラザーズファースト。パスを取りましたワイドレシーバー8番は川端、近畿大学出身。翔英相手陣34ヤードからファーストダウン10。試合時間残り5分を切りました。さあここでスクリーンパスを展開しようとしましたが、これはエールズディフェンス5番が見事に対応しまして、このプレーを阻止しました。約2ヤードロスです。対応しましたのはエールズの5番山下、近畿大学出身のチームキャプテンです。エールズ相手陣36ヤードからセカンドダウン12。
さあ中央へのワンプレーを展開しました。ランニバック26番タックル受けながらセカンドエフォートで約6ヤードのゲインと変えています。ランニバック26番は金子、近畿大学出身。翔英サーダウン5、ボールオン相手陣29ヤード。クォーターバックにはプレッシャー浴びながらプレイアクションパス、浮かしたボールをしかしこれをワイドレシーバー8番見事にキャッチし、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチアウト。翔英6点獲得。そしてキック成功、1点追加。翔英ブリザーズ16点リード、エフェルトエールズ7点となりました。試合終盤に入りまして翔英ここで大きな追加点を挙げました。ここでエールズ4番の、信弘背番号を11番に変更します。先ほど得点を挙げた翔英のキックオフで試合再開となります。さあこのリターンノーダルでしょうか。エールズ次元30ヤードを超えたところまでボールを返しまして、この位置からの攻撃となります。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。キングチームにオフサイドの反則がありました。ボールを蹴り出す前にボールの前に出ていたという反則です。この反則の施行方法は様々ありますが、エールズ5ヤード下がって蹴り直す選択としました。翔英5ヤード下がりましてキックオフやり直しです。エールズ2ターンに入ります。このリターンエールズ陣40ヤードを超えたところで止まりました。この位置からのしかしエールズ攻撃と変わります。リターナーは22番の山下でした。エールズ自陣42ヤードからファーストダウン10。パス不成功。
クォーターバック11番ワイドレシーバー19番にパスを投じましたが、このパスカバーされパス不成功となりました。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。パス失敗ですと時計はここで一旦止まります。エールズセカンドダウン10、ボールオン自陣42ヤード。ナイス。クォーターバック11番ショットガンフォーメーションからパスを投じようとしましたが、プレッシャーから右方向にスクランブル、しかしその何より約9ヤードの原因としています。外へ出ましたのでここで一旦時計は止まっています。そして審判の合図により時計が再び回り始めました。ボールオン相手陣49ヤードからエールズサーダウン残り1ヤード。さあここでランプレー、右オープンへのランプレーです。攻撃権更新です。リードフォードエールズファースター、ランニングバック34番、トスを受けて右オープンにスイープしまして攻撃権更新です。エールズファースター、エールズ相手陣48ヤードからファーストダウン10、試合時間残り1分58秒。パス成功。右サイドラインにいたワイドレシーバーにパスを通しました。ターゲット17番、キャッチしていますが、キャッチして外へ出たためここで一旦時計が止まっています。試合時間残り1分53秒。パスを取りました17番、素晴らしいキャッチでした。エールズセカンドダウン3、試合時間残り1分53秒。パス成功、ファースター。クォーターバック11番ワイドレシーバー22番にパスを通しまして攻撃権更新です。エールズファースター。チェーンがセットされますと攻撃、時計が回り始めます。クォーターバック11番のエールズ相手陣33ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック11番右にロールアウトしてディープにいましたワイドレシーバー17番にパスを投じましたが、このパスを17番キャッチできずパス不成功となりました。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。時計もここで一旦止まり、試合時間残り1分20秒となりました。エールズセカンドダウン10、ボールオン相手陣33ヤード。QB スタック。ここでクォーターバック11番ロングパスを投じようとしましたが、翔英97番が QB スタック。このプレーパスを投げる前に阻止しました。その際ボールをファンブルしましたが幸い味方で抑えております。しかし大きくロスになりました。エールズここで後半1回目のタイムアウトを取ります。見事 QB サックしましたのは翔英97番の西原、
福岡大学出身のプレイヤーです。最終盤に入りましてエールズ、この攻撃を得点に結びつけんと猛攻をかけておりますが、試合時間は残り1分10秒となって、今試合はタイムアウトで止まっております。状況エールズ相手陣にありますが、しかしサードダウン22という非常に厳しい状況、この状況を突破し得点上げることできるでしょうか。さあまもなくタイムアウトを解けまして試合再開となります。エールズ相手陣44ヤードからサードダウンロン、さあクォーターバック11番パスを投じようとしましたが、ディフェンスカバー厚く急遽スクランブルとしました。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。クォーターバック11番信弘、苦しい状況ですが、しかしこのフォースダウン12の状況を挑みます。ボールオンエールズ相手陣35ヤード、試合時間残り1分ちょうど、エールズフォースダウン12、フォースダウンギャンブル。パス成功、ファースト。クォーターバック11番、右サイドラインにいたワイドレシーバー19番にパスを通しまして、攻撃権更新です。エールズファースト。チェーンがセットされ、ここで時計が再開し回り始めました。試合時間残り50秒を切りました。エールズファーストアンテン、ボールオン相手陣19ヤード。クォーターバック11番パスを投じようとして右に流れてスクランブル、タックルを受けましたが、しかし約4ヤードほどゲインとなっています。外へ出されたためここで一旦時計は止まっています。クォーターバック11番は信弘、京都工芸繊維大学出身。試合時間残り26秒、エールズセカンドダウン6、ボールオン相手陣18ヤード。ここでホイッスル、チームタイムアウト、リードエボートゲーム。エールズここで後半2回目のタイムアウトを使います。ここでリードエボートエールズ後半2回目のチームタイムアウトです。小芋さんはいいねボタンありがとうございます。私も配信していて励みになります。エールズ試合時間残り26秒でここで後半2回目のタイムアウトを取りました。ボールオン相手陣18ヤードの位置にあり、この得点機を生かしたいという考えです。この攻撃を得点にし、そしてさらにその後の得点機を得る機会を果たしてエールズ作ることができるでしょうか。まもなくタイムアウトを解けまして試合再開となります。エールズ相手陣18ヤードからセカンドダウン6、試合時間残り26秒、クォーターバック11番プレッシャー浴びながら左方向に流れて、その総力で突破を図りましたが、しかし1ヤードロスに変わっています。外へ出たため時計は一旦止まっています。
試合時間残り17秒。エールズ相手陣19ヤードからサーダウン7の状況に挑みます。試合時間残り17秒。パス不成功。ここでエンドゾーンへのロングパス。しかしこれは翔英のディフェンスはつく、パス不成功となっています。ダウン1つ失いフォースダウンと変わります。試合時間残り11秒。翔英フォース失礼エールズフォースダウン7。プレー選択です。ギャンブル。パスは成功、しかし攻撃権更新ならず。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。攻撃は翔英に変わります。試合時間残り5秒で翔英の攻撃ファーストダウン10。ビクトリーフォーメーション2ダウンにより時計を回します。2ダウン。ここで試合終了となりました。試合終了いたしまして、リードエフォートエールズ7点、翔英ブレザーズ16点、翔英ブレザーズの勝利。翔英ブレザーズ全勝優勝で B ブロック制覇となりました。見事全勝優勝おめでとうございました。これにより入れ替え戦出場も獲得し、 X2 への昇格をかけて入れ替え戦に挑みます。ただいまより表彰式を行います。両チームの選手の皆様はサイドラインに整列してください。エールズも前年度覇者として、しかし一旦チーム解散という形を宣言しながら、しかしその声に押され再スタートを切った今シーズン、見事その力遺憾なく発揮しまして優勝争いに食い込む素晴らしい戦いを見せました。個人的にはよくぞここまで復活を遂げたという感想を持っております。素晴らしい戦いでした。そしてこれより表彰式が行われます。優勝いたしました翔英ブレイザーズ2022年度 X リーグ B ブロックの優勝ファインが発表されます。翔英ブレイザーズのキャプテンはフィールド中央にお進みください。優勝杯を授与いたしますのは日本社会人アメリカンフットボール協会理事姉妹浩二です。優勝いたしました翔英には NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会理事である姉妹氏より優勝盾が贈られました。翔英ブレザーズ優勝おめでとうございます。以上をもちまして X3 リーグ B ブロックの表彰式を終了いたします。ご観戦いただき誠にありがとうございました。この優勝を決する一戦にふさわしい見事な戦いでした。本日はご声援ありがとうございました。
長英、この B ブロックさまざまなチームのその思いを胸に入れ替え戦においてその奮闘を期待したいと思います。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、ここで一旦配信は終わらせていただきます。この配信は X3 全13チームの協賛企画により、全てのチームおよびそしてこの画面に映し出された様々な方々とのご協賛がありまして実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。その配信を本日実施させていただきましたのは私道楽屋リチャでした。それでは失礼いたします。